にちは、かっちゃんです。みんなに一緒にやーということで、今日はお茶かさん、かっちゃん、コストコの料理法でチーズナン作ってほしいってでーすというコメントいただきましたので、先日コストコで購入した強力粉はまだ結構残ってるので、チーズ好きですごいチーズ系のレシピをたくさんやるんですけど、今日はコストコ強力粉を使ってチーズたっぷりチーズナンを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。まずナン生地を作っていきます。中力粉 150g、 塩 3g、 塩の反対側にくぼみを作り、砂糖 10g、ドライイースト 2g、 ぬるま湯 100ml をドライイーストめがけて加え混ぜ合わせていきます。ある程度生地がまとまったら、オリーブオイル 10ml を加え全体になじませながらこねていきます。はい、では今生地をこね終えて、こんな感じでビヨーンと伸びるようなくらいに生地に弾力が出てくるまで生地をこねたので、生地を丸めてボウルに入れラップをかけたら、40度のオーブンで1時間ほど発酵させていきます。今日ゲーミングチェアを買ったんですけど、僕入りたいの、そこに、なんかちょっと居心地が良くない、ここ。お、間の手さんも言った。どう、やめたり心でやめました。おい、やっぱり普通がいいね。そうだね。はい、では今1時間発酵させて生地が2倍程度に膨らんだので、ガス抜きをして生地を10分休ませ、生地を休ませたら薄力粉で打ち粉をして生地を円形に伸ばしていきます。生地を伸ばしたら中心にミックスチーズを置いて、チーズを包んでいきます。チーズが漏れないように閉じ目はしっかりとくっつけておきます。チーズを包み終えたら生地が破れないように円形に伸ばし、破れてるやないかーい。生地を伸ばし終えたらフライパンで油を引かずに焼いていきます。閉じ目を下にして、中火でだいたい片面3分から5分ずつ焼いていきます。はい、じゃあ今いい焼き色がついたので、そや、これで逆面も焼いていきます。はい、じゃあ今両面に焼き色がしっかりついたので、最後にオリーブオイルを生地になじませるような感じで炒めていきます。はい、では今全体にオリーブオイルをなじませながら2分くらいですね、さっと火を通したので、出来上がったので切ってみましょう。あれ、ちょっと今撮影中だから、あれちょっとあげるにあげれんから、ちょっとこんな感じに出来上がりました。はい、ではこんな感じでチーズたっぷりチーズナンの完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はコストコの強力粉を使ってチーズナンを作ってみました。それでは本日はセブンイレブン飲むヨーグルト白桃で乾杯。グー、乳酸菌。じゃあ早速いただきましょう。うおー、本日もナマステ。あ、うまっ。
地はパンと同じようにしっかり発酵させることですごいふわっともちっとした美味しいナンに仕上がってると思います。普通ヨーグルト入れたりするナンもあるんですけど、まあ、今回はヨーグルトなしで作ってみたんですけど、中のたっぷりのチーズと生地がよく合った美味しいナンに仕上がってるんじゃないかなと思います。粉を今回中力粉で作ってるのでパンよりもやっぱ少しね軽い食感になってると思います。で仕上げにこうオリーブオイルでちょっとカリッとフライパンでこうなじませながら焼くことで、あの釜で焼いたような美味しいナンの感じがフライパンでも再現できるんじゃないかなと思います。ちょっとねカレーを温めたので、おーカレーナンにして、これまたナマステ。このままでも全然チーズの塩っ気があるので味はあるんですけど、こうやってカレーをちょっとつけたりドライカレーなんか乗せて食べてもいいんじゃないかなと思います。これは蜂蜜をかけて蜂蜜ナン。こういう風に蜂蜜とかメープルシロップをかけてアレンジして食べてもおやつ感覚で美味しく食べられると思います。蜂蜜がめっちゃ美味しいな。こうやってチーズナンにしない場合は普通に生地シュワーって伸ばしてフライパンで焼けば、まあ、普通のナンが3枚くらいできると思うんで、普通のナンだけ作りたいなって思われる方はこう生地をブーッと伸ばしてフライパンで焼いてみてください。うん、はい、ということで今日はコストコの強力粉を使ってチーズナンを作ってみた動画でした。パンとかよりもこうちょっと食べやすい感じの軽い食感となんですけど、もちっとした生地がすごく美味しいナンだと思います。こうやって中にチーズを入れてそのまま食べてもカレーとディップして辛い系で食べてもすごく美味しいですし、蜂蜜やメープルシロップをかけてもすごく美味しく食べれるレシピですので、気になる人ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイバイ。今日のレシピはこの上にさらにチーズをかけて焼くかすごく迷った。